太った位置について、マイドン、どうもマイドンです。今日はですね、何をしていくかと言いますと、いつの間にか6月に入ってしまいました。6月といえば、はい、そうです、梅雨の時期でございます。本当に私、外の状況を何も知らなくてですね、なんかこう暑いのか寒いのかもよくわからない状態で過ごしているんですけどもね。まあ6月行ったら梅雨でして、今回は梅雨の時期に持っておくと便利なアイテムっていうのをね、紹介していきたいと思います。まあ私が大学に行く時に持って行ってるものみたいな感じですね。持ち物以外にも梅雨の時期の靴とか、あとはバッグも紹介していきたいと思ってるので、ぜひ皆さん最後まで見ていってください。はい、ということで早速レッツゴー。はい、ということで、いやマジで梅雨の時期は本当に嫌よね。私すごい直毛やでんけど、朝によしこれでオッケーっつって巻いてったのに、もう学校着いた時に皮膚突き刺さるんじゃないかぐらいのレベルでソーンってなってんねんな。勘弁してほしいんですけども、まあそういうのにも対応できるぐらいのね、私の持ち物を紹介していきたいと思います。持ち物っていうか、あれや、おすすめアイテムね、趣旨が違ってくるので、はい、ということでまずはバッグなんですけども、リュックを持って行ってます。普段私トートバッグを使うことが多いんですけど、トートバッグはね、雨に濡れた時に中身浸透しやすいし、結構私それで教科書がふにゃふにゃになってしまったことが結構あったので、割とねこういうちょっと防水めのリュックを使うようにしてます。傘をどっちか片手で持ってるから、リュックの方が私的には大学行くのにはおすすめかなって思います。次、靴なんですけど、ローファーみたいな感じの靴が一番こう防水性もあるし、どんな服にでも合わせやすいんじゃないかなとは思います。私これは年中履いてるんですけど、ウィーゴのものですね。マジでこの靴に関しては、綺麗めの服でも合うし、可愛い服でも合うし、かっこいい系のモノクロトーンのね服にも合うから、まあ一つこれを持っておくといいんじゃないかなって思います。あとはね、こういう感じのおしゃれな大人な感じの長靴は一足持ってます。普通にでも向こうから見たら、ただのなんかブーツみたいに見えるので、すごいおすすめです、こういうタイプのもの。はい、ということで次、カバンの中身のね、ちょっとアイテムを紹介していこうかなと思います。こういうカバンの中身とか、そういうアイテム紹介の時に必ず出てくるね、このワイヤレスアイロンなんですけども、これね、ちょっと今までワイヤレスアイロンピッて出して終わってたんですけど、これについてちょっとね、詳しく紹介していきたいなと思います。大体私はね、アマゾンでワイヤレスヘアアイロンっていう風に調べて買ってるんですけど、やっぱりね、ちょっとある程度の、まあ大体こう2500円から3000円以上じゃないと割と壊れやすかったりはしますね、経験上。まあ2500円でも割と早く壊れてしまったりするので、もうなんか何回も何回も買い直すぐらいやったら高いの買いたいなっていう人は、こう名の知れたブランドのものを買うことをおすすめします。ワイヤレスアイロンっていうのはやっぱ値段によって性能違うなと私は思います。あとはね、形なんですけど、結構ねこれ私友達に生かしてもこの形やりやすいって言われたものなんですけど、こういう形のものをね主に買ってます。ちょっとこっちはね平べったい感じなんですけど、割とそんなに差はなかったんですけどね、こんな感じの形のものを買ってます。このタイプのものは全部結構温まるのも早いし、ここがね細いからすごいやりやすいっていう風にみんなに言ってもらいました。このタイプの中でも私的にあんまりおすすめしないのは、見てもらえばわかると思うんですけど、ここがちょっとトゲトゲしてるもの、これはねあんまり私おすすめしないです。このトゲトゲしたタイプのやつって、こう前髪をスーって通した時にガサ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 ってなって、いろんなこうアホ毛がピッ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 って出てきてしまったりするんですね。梅雨の時期ってただでさえね、湿気た髪の毛をさってやるので、割とこう傷みやすいっていうか、パサパサになりやすいので、こういうギザギザタイプはあんまり買わない方がいいかなって思います。なのでこういう感じの普通にギザギザのないタイプが一番いいかなと私は思います。普通に充電器とかもついてて、カバーもついてます。ここからね挿して普通にコンセントで充電するタイプなんですけど、なるべくこういうカバーがついてるものをおすすめします。メーカーに関しては全然決まってなくて、私形で選んでますっていう感じですね。はい、次はですね、こちら何かというとですね、レオナチュレのサラサラクリームっていうやつなんですけど、足の制汗剤でございます。蒸れたりとか匂いとかもすごい抑えてくれるものなんですけど、梅雨の時期はねカッチリとした靴を履くことが多いと思うんですけどね、これ持っておくとすごいね足サラサラのままやし、匂いもね本当に消してくれるんですよ。足用のスプレーとかって
ってすごいいっぱいあると思うんですけど、こう汗かいてしまったりとかしてなんか気持ち悪いなって思うんですけど、これはあのディズニーとかでね、早朝から靴履いて真夜中まで靴履いてたのに全く匂いもしないし、あの足の蒸れが気になる子にはすごいおすすめのものです。もうねこれ見てみたらわかると思うんだけど、結構使ってんですよね。ただねこれを何回も何回も塗ってるとやっぱりこう汗を抑えるから足の裏結構カサカサしてしまうので、なるべくこれ塗った日は保湿してあげるといいかなって思います、足の裏をね。次の最後はですね、こういうタイプの防水というかプラスチックみたいなこうポーチですね。セリアで買いました。でこれは何に使うかっていうと、見ての通りこういう感じの電化製品を入れるためのポーチですね。カバンから水分を吸い込んでしまって、カバンの中身もジメってしてしまうことが多いんですよ。私も結構教科書とかジメっていうかペタってしてる感じがすごくて、でまあ電化製品とかすごいなんか怖いなと思ってしまって、でこういうタイプのねやつを買ったんですけど、結構分厚いものでも入るんでちょうどいい大きさなんですよね。まああのこの前ロッカーの中身で紹介したこちらもおすすめですね。これまだセリアで売ってるんか分かれへんねんけど、これでもいいかなって思います。こっちの方がいっぱい入るのと、ここがチャックやから壊れにくいかなとは思います。はい、ということで梅雨の時期におすすめのアイテムこんな感じでございます。皆さんどうでしたでしょうか。割とねこういう足のケアとか忘れがちなんじゃないかなって思うのでね、皆さんにちょっとでも参考になればいいなと思います。はい、ということで今回の動画終わりたいと思います。この動画がいいと思った人はチャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。